願いします。いやいやもう、ね、頑張ってちょっとね、はい、いきなりやけどさ、いやね、やっぱりね、話してやっぱり左始まるとかね、赤木ってね、赤木ってね、赤木ってさ、この日本はちょっと聞いてね、赤木ってさ、将来ね絶対不祥事起こすやんか。起こすやろね、それは。あ、やっぱそうなんや。起こそうよ。そうなんや。やっぱ俺みたいなやつがね、その若い頃遊んでないやつが結婚して落ち着いた頃にむちゃくちゃやるんやから、すごい冷静やね。大変なことになるよ。そういう時大切なのが謝罪会見やから。謝罪会見ね、今日はね、もう謝罪会見の練習しとこう。はい、いいじゃないの。じゃあちっち行って。この度は私の身勝手な行動によりたくさんの皆様にご迷惑をおかけしまして本当に申し訳ございませんでした。はい、では改めまして、今回どうしてこのようなことをしてしまったのでしょうか。やっぱり、その日はちょっとお酒を飲みすぎてしまいまして、まあ、正常な判断ができずに、まあ、いつもの半額の値段で買えるのならもうこっちを買ってしまおうということで、切符を改札に通したらピヨピヨピヨと。すいません、子供料金で。すいません、申し訳ないです、本当に。はい、で駅員さんに止められたという形です、うん、まあ、よくはないですけど、ね、本当に良くないことをしたと思っております、はい、ちなみに、ね、お酒を飲んでいたということですけども、はい、これはお一人で飲まれたんですか。いや、これは不倫相手の方と飲ませていただいておりました。不倫もされてるんですか。あ、不倫をさせていただいております。ごめんなさい、不倫の方は報道には出ておりませんでしたけれども。あ、報道には出ておりませんが、確実にやらせていただいております。あ、そうですか。はい、おかげさまで。あ、それは奥様は知ってらっしゃる。あ、これもその日すぐバレました。あ、ちなみに奥様は何と。あの、月に代わってお仕置きをと。非常に明るい方ですね。明るい方。あ、僕も怒ってないんだと思って、はい、出たな、セーラームーンって言ったらボコボコにされました。もう関節という関節は全て外されました。そうですか、わかりました。縄跳びみたいです。はい、わかりました。縄跳びみたいです。ではですね、最後に皆様に一言お願いいたします。はい、それでは来週、高槻の方のイオンモールで小木ママとのトークショーありますので、よかったらご来場ください。いや、誰も来ないと思います。どうもありがとうございました。